皆さん、こんにちは。ペソでございます。デルエンパイアね、続きやってまいりたいと思います。で、この駅はね、ちょっと乗り込む、乗られないようにするための駅ですね。で、こっちと繋いじゃいましょう。乗り入れ防止策ですね、いわゆる。で、で、もう一個ね、ルイビルにちょっと大型の駅を作っちゃいましょう。大型、もうちょい、ちょっと直線を伸ばしてから。まあいいか。真ん中に入るようにしたいね。鉄道ネットワークをかなり南に伸ばしているようだが、そんな価値があるのか？お、エンジニア。ああ、帰ったエンジニアと。端っこに、貨物駅を建てちゃいましょう。ああ、8% になっちゃうんや。これはまずいな。
うん、こうですね。よいしょ。下がってるんだ、ここで。ど真ん中は何でかこっちにあるんですよね。変な場所やなこれ。家は移動しないね。カーブっちゃいけないけど、あーこれ貨物専用にしとかないとね。
ドッグマクテイスティのエキストラクリームが大好物ですの。あとはタスクですね。ああ20本か、もうちょいなんだけどね。はあ、まだお金に余裕あるときにしましょう。駅へ泊まればね。はい、オッケー。ん？なんで？
で、こっちですね、今度は。はい、ということで、ちょっと一旦ここでね、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。で、今度はちょっともう一度つなぎ直して、あとは、ね、ここのグランドラビズの方にね、路線拡張していこうかなというふうに考えております。では、さよなら。